B サイドトーク。 B サイドトーク。こんにちは、小原ブラスです。山崎亜美です。さあ、この番組はアーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするため、ソニーミュージックが立ち上げたプロジェクト B サイドのポッドキャスト番組 B サイドトーク。この番組では心の健康をケアするためのヒントになるテーマを毎回ピックアップしてお送りしていきます。自分には関係ないではなく、自分にも起こり得るかもしれない、起きているかもしれない自分事として、みんなで一緒に考えていきましょう。はい。今日さ、ちょっといつもとちゃうと思う。なんだろう、なんですか ね。こんな音声のコンテストです。コンテストじゃなくてコンテンツでさコンテスト見た目をね言うんやけど、今日すっぴん、肌がツヤツヤ。違うよ、すっぴんブスなの今日ブスじゃないですよ。いつもはちょっとでもなんかカメラがな、音声コンテンツやのにカメラがあって YouTube もアップされるから、うん、ちょっとだけなファンデーション塗ったりしてるけど、うん、今日なんか朝いつもより早かったやん、ここのこれ始めるのが、はいはいはい、で昨日山登りしてきてもうめちゃくちゃ、疲れとって、なんか久々寝坊したわちょっと。いやでも透明感がすごいですよ、りもうってそんなんも塗ってる感なくて、なんかもうお金にならへん褒め言葉やめとけも別にそんな本当に、いや嫌いやね、その女子のな、私そっちの方が好きです。無駄な褒め、え無駄じゃないちょっと張り合ってきたであったねえ、どうしとったアーミンは。アーミンは朝早かったですね、今日も、はい、今日も早かった。今日も早かったです。大変やな、まあ今日なんかだから睡眠の話するらしいで、今日そうです ね、ちょっとたっぷり悩んでるので、前回フリートークめちゃくちゃ話したらめっちゃカットされとったから私が昨日どこに山登り行ったかとか誰も興味もないからねもうでもそれ話し始めたら多分1時間話せるの、昨日のことは。だからまたそれはね、あの私個人の YouTube でさせていただきますん で、はい、そちらもぜひ見てもらえればと思います。そちらに飛んでみてくださいさて今回のテーマは睡眠です、はい、さあ皆さん快眠できてますか？プラスさんどうですか？快眠、うん、で自分はできてるつもりやねんけど、うん、でもやっぱ世間的には多分それはダメとされてるから、はい、結果的にできてないやろうなっていうマインドが入ってるからできてないみたいな、うん、なんかやっぱ社会に影響されてる。自分はピンピンしてるつもり。基準がありますよね。そうそうそう、そこら辺の、うん、そう最近では睡眠の質向上を歌った乳酸菌飲料ヤクルト1000がヒットしたりとか。飲んでるんですか？飲んでるよ。ヤクルトレディうち来んねん、飲んで、最近頼めへんねん、あれ注文なんか殺到して人気すぎて新規でも、その流行る前から飲んでて、てかもう1年前ぐらいから飲んでる。すごい。マツコさんとか矢部さんがマツコさんに勧めてるのを盗み聞きして、盗み聞きしたんですか？あれ聞くでみたいな言うとったから、そこから飲んでんねん。わあ。みるみると一緒に合わせ飲みしてんねん。あーいいですね。ヤクルトっていうのは小腸に効く、あの白タ株がな、ほんで大腸にビフィズス菌がいるから、うん、みるみるっていうのを出してん、みるみる S っていう宅配でしかできひんちょっとカロリーを抑えたやつ小腸も大腸も大事にして活動して生きております。おーいいですね、はい、腸活ですね、はい、ということで今回は睡眠の専門家ゲストをお迎えしております。スリープコーチの住谷亮さんです。はじめまして。はじめまして、住谷亮です。よろしくお願いいたします。お願いします。では簡単に住谷さんのプロフィールご紹介します、はい、大学時代都市工学を専攻し、都市開発で当時最先端であった神戸市役所に勤務していましたが、体づくりに目覚め役所を退職しトレーナーとして独立されました、うん、トレーニングスタジオを経営しながらパーソナルトレーナーとして企業向けに運動、食事、睡眠の改善サポートを行う中で、睡眠の改善がメンタルやコンディションの回復につながることに気がつき、睡眠改善に特化する活動にシフトされました。スリープコーチとして大手企業などを中心に計120社累計6万5000人以上の睡眠改善をサポートされてきたということです。そして昨年住谷流メソッドを詰め込んだ働くあなたの快眠地図という本も出版されています。なんかいろいろやってたんですね、もともと睡眠だけじゃなくて、ね、運動とかそっち系もやってたんですね。そうですね、あの、うん、自分はその働いてる時にその体作りをしたいなと思ってたんですけど、別にマッチョになりたいわけでもなくて、うん、いい仕事ができる体を作りたくてパーソナルトレーナーをつけたんだけど、
トレーナーの人って足が速くなるか痛みを取るか、まあ、痩せるかみたいな発想だったんで、それはちょっとニーズに合ってないんで自分でやって、でそれを仕事にしちゃったって感じ。確かにね、なんか結果にコミットじゃないもんね、あの毎日ある健康のためにみたいな、その当たり前の運動みたいなできる感じの方がいいっていう人もきっとおるからさ、そういうのに特化してたっていうことやけども、なんかその睡眠にでも特化しようと思ったというか、そこから睡眠に流れていったきっかけとかなんかあるんですか？もともといい仕事というかいいパフォーマンスを出したいために、そのどういうトレーニングをしたらいいパフォーマンスが出るのかっていうような学問というかがあって、それをまあやってたんですね。だけどその前に睡眠取れてない人がすごいいて、日本ってまあすごくいて、で結局睡眠取れてないといいトレーニングしても効果的じゃないしっていうのもあって、よくよく調べていくと、やっぱ睡眠っていう土台があって、食事っていう土台があって、その上にまあ運動っていうのがあるので、運動だけでは限界があるし、でやっぱりその運動っていうのもそういう考え方のトレーニングをできてる人も増えてきたんですね。その仕事ができるためのコンディションを作るトレーニングみたいなっていうのもできてきたんで、僕はその基礎をやってその人たちに流した方がいいんじゃないかと思って、ちょっと上流の方に行ったっていう感じです。なるほど、はい、でも確かに今聞いたらこの食事、うん、運動、睡眠っていうけど、うん、全部連動してそうですよね、うん、ご飯食べてないと運動できへん、動かれへんし、動いてたら眠くなってきて睡眠しなあかんくなってくるし、でも寝てなかったらなんか他にまた運動もなんか全部つながってるから、食事と運動は結構世の中フォーカス当たってるけど、睡眠忘れとったらあかんやんっていう感覚はなんか分かります、僕、うんうんうん、ちょっといろいろ聞いていきたいな。そうですね、僕も睡眠うまくいってない方やと思ってるから、うん、ちょっと明日からまたいい睡眠とっていけるようにしたいな。根本的にね、改善していきたいですね。そもそもなんかやっぱ睡眠が良くなるとどんなことが起こるんですか？さっきの食事と運動っていうのはまあお金がかかっちゃったりとかちょっと高度なんですけど、睡眠ってまずお金がかからなくて、まあ回復するというか、脳の中もクリアになるし、例えば体もトレーニングしただけでは良くならなくて、その寝てる間に体って作られるんですよ。なので無料でそのまあリセットされてさらに良くなるのは睡眠の時間なんで、大まかに言うとこの睡眠って無駄な時間って思いがちなんですけど、ただでいい状態に回復するっていう超お得な、しかもお金全然かからない食事とかと違う。でもなんでそこまで、まあ、熱意を持ってやるぐらい多分睡眠が大事なんだ、必要なんだって多分思われてると思うんですけども、なんでその快眠っていうのはそこまで必要なものなんですか？いくつかちょっと要素があるんですけど、一つはやっぱり睡眠不調だと事故を起こしてしまうっていうのがあるんですね。まあ、ちょっと不幸なことなんですけど、やっぱトラックドライバーさんとか電車 の運転手さんとかっていうのが睡眠不調だと本当に事故を起こしてしまう、でそういった事故っていうのはいろんな人の命とかっていうのが関わってるので、そういうのもそういう事故があってから睡眠が関連してるんだっていうので、なるほど、そこは日本企業もすごい力入れてるっていうのが一つあります。事故リスクがだいたい睡眠取れてる人と取れてない人が5倍から7倍とかっていうのが変わるんで、全然違う。やっぱうっとりしてまうもんな、なんか睡眠してないところなんで、それで跳ねられた側はたまったもんじゃないですね。いや、あんまりどこまで行っていいか分かんないですけど、僕らちょっと大手の自動車メーカーさんと組んで、タクシーのドライバーさんとかそのトラックのドライバーさんの会社とかをサポートしてるんですけど、やっぱり個別ヒアリングすると、いや運転中に記憶ないとか、ね、今寝たとかっていう人がほとんどやっぱりあるというか、確かにね、それで命なくなるのは危険やな、はい、なので今は運転してても眠気が感知するセンサーだったりとか、呼吸で分かるっていうのが発達してて、そういうのを、まあ、未然にそういうのが出たらもう止まるとかってなってるし、まあ、だからそう止まらないように技術を身につけて、その前の日寝るとか途中でちゃんと休憩の時にちょっとチャージするっていうのが、まあ、ちょっと常識的になってきたっていうのが一つ目。で、二つ目はやっぱそのメンタルリスクっていうのがあって、はい、今ってこうどん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 鬱というかメンタルダウンの人が増えてるんですね。休んだり仕事辞めたりっていう人が、そこにその不眠っていうか睡眠で寝れなくなるっていうのが、まあ、
基本相関してるんですね。いきなり鬱になるんじゃなくて、寝れなくなったりめちゃくちゃ寝たりとかっていう睡眠リズムが狂って、日中のパフォーマンスも狂います、夜になるといろいろ考えちゃいますっていうのが、こうぐる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 回ると、長期化するとこうなっちゃうっていうのがあって、ここで止めれるっていう話なんですよ。本当に負の連鎖で起きるんですね、はい、確かに、うん、あとこの時代も関係してるんやろうけど、うん、やっぱ人類の発展とかも関係してる気もしてて、うん、記憶を整理するんですよね睡眠って確か。そうなんです。脳みそ、なんかそれをどこかで聞いたことがあんねんけど、うんうん、昔はさ、なんか山とか、山でなんかジャガイモを掘ったりとか、なんか普通の生活をしとったけど、はい、今ってもう情報量がこうスマートフォンもあるし、うん、もういろんなもう機関でもええことも機関とあかんこともいろいろあるけど、ブワーって目まぐるしく頭に入ってくるからさ、うん、一昔前の人と比べて情報量が全然ちゃう気がしてて、うん、やのに睡眠ができないって最悪ですもんね。最新のまあ海外の研究で、なんでメンタルダウンをするかっていろいろ要素があるんですけど、その一番が今言ってた情報量が過多で、それを処理しきれてないっていうのがおそらく一番の原因だろうっていう。はい、だからそのまあ直接かどうか分からへんけど、最終的にうつ症状になったりとか、そういうメンタルの病にかかる方が多いっていうことなんですね。そうですね。それはもう本当間接的かもしれないんですけど、そこと今のストレスがこうクロスするんで、どっちかだけだったらならないんだけど、情報量が多くて処理しきれてない、普通にストレスが人間関係であるっていうのがミックスしちゃうと、そういう風になる確率がめちゃめちゃ上がりますね。なんかそのこの人はもうちょっとそろそろちゃんと改善した方がいいですよみたいな人の特徴とかあったりしますか？そうですね、やっぱり夜なかなか寝れないとか、途中で起きちゃう、この2つっていうのがその不眠っていう症状の中で一番あるんですけど、その2つやっぱり夜ほんと寝れなくて途中起きる、朝になるともうなかなか起きれなくて行く気なくなっちゃうっていうのが出てきたら、それはもうリズムとかセロトニンが出てないみたいな状態になってるので、そこはそこまで行ったら絶対変えた方がいい。あ、そう、起きちゃう、起きちゃう、起きちゃいますか？起きてる、起きて、でも寝つきはめっちゃ早いんですよ、はい、もうあの友達とかとも一緒にどっか旅行行ったり、うん、ホテルとか寝た時は、うん、ホテルって言っても変なホテルちゃうじゃないですか。寝た時もブラス秒で寝るなって言って、ちょっとぐらいさベッドに入ってちょっと話すとかさ、ちょっとしてもいいやんって、そう、もう入ってじゃあおやすみって言ったら、もうすぐもう10秒ぐらいで、そのいわゆる寝息っていうの、うん、あ、もう寝たなっていう寝息になるらしくて、でもちょっとでも、うん、なんか地震があったとか、誰かがドアコンコンってしたとかってしたらピャッと起きる、もう絶対ピャッと起きる。ほんで途中で起きて、まあね、3時ぐらいに、12時に寝たら3時ぐらいに起きて、そこでちょっと眠れんくなるから、おもんない政治の話ばっかりずっと40分ぐらい話してるおじさんの YouTube の音をつけてしたら眠くなってきて、それで寝て、またまあ翌朝みたいな感じやけど、でも翌朝は目覚ましが鳴る直前に目が覚めるっていう特徴もあり、うん、目覚ましを聞いたことないの、うんうん、すごい、あの目覚ましをそう鳴らす前に朝起きてもう先に止めてんねん。どうですか？それは良し悪しがあって、うん、一つはいい例はその自分の睡眠のリズムがあってリラックス完全にできてるけど、その時間になると体が目覚めてきて起きるっていうタイプは完璧なんですよ。だけど眠りが浅くてもうこの時間になるとっていうのは緊張がずっと続いてて寝れてないっていうんであると、どっかでガンって、どっちだろう。あと1日に3個ぐらい夢見るんですよ、うん、でそれを起きて3個分書き留めるんです。夢日記作ってしてるんですよ、はいはいはい、その夢の内容がなんか俺大丈夫かなっていうような、もうほんまにひたすらずっとトイレの個室でうんこしてるとか、そういう夢なんですよ。それ大丈夫そうですか？夢って昔からめちゃめちゃ研究されてて、うん、この夢で相関いろんな関係があるんじゃないかなっていうふうに、まあ、言われてたんですけど、うん、まあ、それが、まあ、おそらくですけどないんじゃないかみたいなのがあって、あと昔は悪夢を見たら鬱になるんじゃないかどうって言われたんですけど、うん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 、最近はその悪夢を見ることで悪いっていうことはおそらくなくて、むしろ経営者とかってまあそういう楽観主義じゃなくて、そういうのを見るからこそ
安全のためにやろうみたいなことがあって、最近はそのマイナスの夢とかマイナス主義みたいなことが実はプラスになってるみたいなのもあるんで、だから能力発揮するみたいな、だから夢を悪夢を見るからその良くないんじゃないかっていう話もあるけど、それはほぼほぼ今の統計だとないっていうような感じになってます。まあそれトレンドもあるんですけどね。考え方次第ですね。どっち、悪夢派？悪夢派です。悪夢しか見ない。ええー。本当に。そうなんや。まあでもいいこと、別に悪いことじゃないらしい。ただ僕もやっぱ社長さんとか、まあ、トップみたいなアスリートさんとかそういう人たちをすると、大体多くの人はハッピーでみたいなの聞いたことないです、超一流の方はほとんどみんな悪夢見てます。あと性的な夢をすごくよく見る。不満なんだろうね、欲求が。そうなんですか、ね、それはあるかもしれない。でしかもその夢の中の性的なやつがめっちゃそれが一番最高。なんかこんなこと俺思いつくんやっていうようなことを夢の中でやってますけども、そこは次に行きましょう。私たちがね、なんかテストして、テストしたいよね、なんかこの睡眠のやつを、はい、このエプワース眠気尺度、うん、眠気尺度かと、あとアテネ不眠尺度、不眠尺度なんですかこれは。これはあの WHO とかが、うん、この世界の睡眠基準を作るのに作ったテストで、クリニックとかに行って、あの睡眠って不眠っていう症状と睡眠不足っていう症状があって、どちらか2つになるんですよ、大きく言うと、うんうんうん、でこれを判定するのに世界標準として作られているテストで、だいたいそのホームページとかお医者さんに行くとこの2つのテストをして、そこから始まるっていう感じ。どっちなのかで全然対策が変わってくるんで。違うんですか、不眠と睡眠不足が違う、はい、どういうこと。俺全部同じことやと思っとったから、ね、いまいち分からんのですけど、はい、もちろん両方ある人が一番多いんですけど、この眠気尺度っていうのは、例えばすぐ寝れます、夜中も起きません、でも日中すごく眠いっていう人がいたとしたら、まあ、その人は寝てる間がめちゃくちゃ睡眠が浅いか、その睡眠時無呼吸かっていう可能性が高いわけです。なるほど、はい、じゃあ、うん、めっちゃ寝てても睡眠不足なことがあるってことか、うん、あ、 あります、あります。そういうことか。寝てるけど日中に眠いのが、はい、9時間寝ても10時間寝ても眠い人は全然存在します。でもそれは不眠症じゃないパターンがあるってことなんですか、うん、もうそれはその人はもうすごい寝れてるし夜中も起きないから、うん、自分がその睡眠に問題があると思ってないけど運転しててもめちゃくちゃ眠いっていう人っていうのは、ちょっとこう太った方とかね、そういう方とかはここが気道が塞がっちゃってるので、寝てる間呼吸が全然できてなくて。なるほど、はい、住谷さんは関西出身ですか。はい、関西出身で す, そうです、ね、なんで分かったんですか。眠いが関西やった一瞬ずっと関東弁やったのに、いきなり関西弁で眠いって出てきたから鋭い。そうなのよ、はい、それだけなんですけどそう、はい、でこれはだからその、ね、眠気尺度っていうのは、うん、あなたは生活の中でこ う, うっかりどういう時に眠くなったりしますかみたいなことが聞かれてるんですね。そうです。座って読書している時はどうですかっていうので、眠くなることが多い、時々眠くなる、まれに眠くなる、決して眠くならないとかっていうのがあんねんけど、はい、この眠気尺度は僕は8点で、うん、日中の軽度の眠気ありっていう、うん、なんかまあそうやろうなっていう。8点はね高い。高い。僕ら今3万人ぐらいのデータがあるんですけど、このエプワーステストの平均がだいたい 4.5 ぐらい、うんうん、あ、そんなに低いんですね。そうですね。私も6点でした。6点高い。高いんだ、うん、でもこれ違うんかな、答え方が。あ、大げさに答えたんかな、じゃあ。で例えばね、座って読書をしている時に私は時々眠くなるにしてんね、はいはいはい、でもみんななるやろ、時々は。時々やで、だって時々っていうのは10回に1回とかでも時々やで、だから俺の中では時々やから2にしてんねん。でテレビを見ている時とかはゼロやけどな。あと午後に横になって休憩をとっている時、眠くなることが多いって書いてあんねんけど、うん、午後やで横になっとってさ、うんってしとったらさ、そりゃ眠なるやろ、ほとんどならへんのって。でそれで8やから、あ、なんかこれなんかあれ、僕文句つけてるみたいなだから、うん、もうちょっと多分、うん、なんやろ、そういう考え方じゃないんやろね。いや、
あの今言ってることすごくあって、これって結局自覚テストなんで、俺は眠ってても眠ってないってなったらこれって点数低く出るし、さっき出た時々も10回に1回はそれはノーカウントでしょっていう人もいれば時々っていう人もいるわけじゃないですか。だから本当にこれはスクリーニングっていうか、それで1回危険な人を洗い出して、そこからちゃんと生態的に測って基準があるんですよ。その後生態的に取るとこれはアウトだよねとか、これはこの病気だよねとか、こうだよねっていうのはその後判定する、生態的に取るっていうのはなんかこう睡眠を観察するとか、そういうことになるんですかね。機械つけて呼吸が止まってんのかとか、眠りがちゃんと取れてんのかとか、それを簡易にしたのがこういうアップルウォッチとか、そういうスマートウォッチっていうものはそういったちゃんとした病院で測る検査に比べて何割の精度ですよっていうので、今は結構普通に、まあ全然それを医療系じゃないんでそれを当てにしたらダメだけど、のまあ一つの目安にするレベルまでは来てるとかです。睡眠が大事ってことがね、もう世界的に伝わってるんですよ。なんでそんな俺になんか言えよみたいな顔するね。そうやと思うで。ね、でそのあとは不眠症の尺度、アテネ不眠症尺度は私は7点でした、私も7点です、これは6点以上が、もし6点以上の方はちょっと観察というかあの検査みたいな。やばいやん、もう不眠症やん。でも自分らちょっとさ、多分大げさにやってんねん、こう多分こうタレントやからさ、言うてやって、何でも大げさに言う癖あるやんか。こういうテストでも大げさに言うねん、多分みんなもうちょっと控えめやねん、多分それはあるかもしれない。あるか、本当にあるわ。そうなんで、性格によってそれが出方が違うってことですよね。そういうことです。だからビジネスマンってどっちかっていうと、そういうふうに見られたくない人がやっぱビジネスマンになってる可能性が、目立ちたくないっていうのがあるんで、ちょっと低めに見かっちゃう傾向があるとは思います。だから気づくことが大事ですよね、違うにしても。だからそう、ね、これが自覚なんで、自覚とやっぱりバイタルっていうか、こういうちゃんと測るっていうのを両方するっていうのが大事なのかなと。はい、ということで次回は実際に睡眠改善快眠をするための具体的な方法について詳しくお聞きしていきたいと思います。さあ、住谷さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、番組では皆様からの感想やメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは番組の詳細情報の欄に載せていますので、ぜひお寄せください。はい、ここまでのお相手は小原ブラスと山崎亜美でした。